年ぶりに島に戻ってきました。何もかもが懐かしい。この後はちょっと荷物置いたり宿探したりして、午後から早速ちょっと海潜らせてもらいます。来ました、もうサウトです。お久しぶりです。ありがとうございます。わざわざこれだけなんですけど、めっちゃ重い。20キロあってどうですかね、これ。いけますか。すみません、父さん家にいっぱい作ってます。ありがとうございます。OK、はい、OK です。ちょこちょこ変わりないですね。あ、でもなんかだいぶこの辺はあの時に比べたら、あ、ほんまですね。まだ生きてないショップもあるんですか。なんかあのあることはあるな、空の店みたいなあるある。あ、まだ埋まってないんですけど、ちょっとこのタイミングタイ行くってそろそろ言っとったんで、なんとか行こうと思ったんや。ふかしたら止まるやつですか。Coffee already? We have the coffee. Ah, really? Yeah. Thank you. いいね、ゴタオ。Okay, okay. Full. Yes, 70. 70. Thank you. Big up. こっち向け YouTube 撮ってていいですか。あ、いやいや、全然。
最近カメラに向かって喋るようにしてるんです。友達なんです僕のこのカメラ。焼くといただきまーすか言いながら食べてる。いただきます。いただきます。こうやってたら昨日まんまとサソリ食わされました、おばちゃんに。え、どういうこと？カオさんのサソリ、うんうんうん、食べてきました。なんか美味しいな。なんかめっちゃドキドキしたんですけど、煮干しみたいな味しましたね。なんか中腹がうまいって、うわ気持ち悪いと思って、うん、僕スカスカのサソリしか食べたことなかったんですけど、うんうん、腹がうまいんや、今日できたってやって言われて、卵がいっぱい。John, come to? No. No? Welcome. You're good? Yeah. Fine. I see your videos all the time. Van life. Yeah, thank you. Yeah, yeah. Sky, Kotao, come back, my friend. Long time. Long time no see. You okay? Yeah. Three. Yeah, you okay? Three. I've been here for 1 year. I'm definitely okay.久しぶりに3年ぶりにダイビングして、うわーと思って帰ってきて、めちゃくちゃ大雨なんやけど、今日泊まるとこ見つけてないんで、ちょっと探しに行ってこれから滞在する宿を決めようと思います。住んでたところですね。ちょっと見ていきます。Someone Toto. Toto? Yeah. Toto stay here? Yeah. Ah, alright. Too big room, eh? Do you want? Yeah. This room. What you do in Japan? You go fishing. In Japan? And just I go driving the car, and then I working many place for farm job. Quite a.
なんて名前や君は。僕ある年バリ寄って帰ったんですよね。サーフィンして帰ったんです、タオ島から。その時にアラップって存在知ったんですけど、ノマド島やったご飯が出たら これだって。これカナアの声。懐かしいっすね、めっちゃ。バカってカナアだっけ。それ何でしたっけ、ケイカさん。わからない。ナムトクム。ナムトクム。知らない。ナムトクム。バカだから。知ってるよ。ナムトクム。超メジャー。クンチェナムプラ。りょうちゃんと。タイは食べてるの全部洋食だから。ドマドマみたいな汚い。栄養の豊富そうなって意味ですよね。トモさん、エビは食べるんですか。これ、これ。この国系美味しい。はい、うん、なんか測ってるのが生っぽいもんね。これ美味しそう。あ、でも美味しい。まあ、そう、うん、こっちの美味しい。めっちゃ美味しい。うん、エビも甘い。辛くないです。うん、ほら、味覚障害起こってるかもしれない。ダマスカーの工場系の海とかいっぱいあるじゃん。なんか違うんだよね。ほんま顔はなんか違うんだよ。ドクドクするっすよ、ここ。いただきます。ピータン、これピータン。なんでこういうことになってるんですか、ピータンって。これいやでしょ。炭みたいな、なんかね、なんかやっぱりとマイトみたいな、アルカリ性みたいな、そういう、なんか炭っていうか、なんかそういう中にこう入れ込んでやってるよ。うん、でも生卵を買うのって麦卵なんですか。生卵ないの。知らねえよ、知らねえ、うん、でも全然食べれます。はい、でしょ。ちょっとまだドキドキしてますけど、このなんか臭みがこのヤムと合う、うん、ね、卵味ですね、完全に。卵だから、これの卵だからね、真っ黒じゃないですか。これのガパオも有名なんだよ。え、だいたいこれを食べるのに、ガパオ。帰っていた。ここがハイバーです。ちなみにシリサス着てるやつもこれもハイバーで、まあ、ずっと住んでたところで入ってきましたね。ほんでこの部屋は初めての部屋で、なんかむっちゃ大きい部屋、ここでやろう言われてここになったんだけど、もうここでいい。まあ、1ヶ月ちょっとここでお世話になります。帰ってきました。めっちゃ広い。十何畳あるんじゃないかと思うぐらい。ちょっと色がね、電気。なんかええ色のあれ欲しい。まあゆっくりすんな、向こうリビングでこう寝るだけみたいにして過ごしごうと思います。こんな感じでチャンネルライブアップの対バンが始まりますんで。ぜひチャンネル登録と高評価とコメントとかあったらよろしくお願いします。これから1ヶ月動画撮りまくるんで楽しみにしててください。うわー、ほんまありがとうございます。